何してんの？いや、ちょっと疲れた。それはラオス？え？それはバングラデシュ？あ、あの、あと、スリランカ。スリランカが最大。最初、スリランカ。勝手に休むんですか？休みよ。ほう。お前ら何してんの？いや、ちょっと一緒にお休み。あ、休みよ、はい。ほら、あかんな。あかんなと。で、まあ、勝手に。あ、これちょっと、あれやな。はい。なんとかせんの？はいはいはい、そうなります。で、その一応性能高いカリアーナと。はい、カリアーナ。はい。はい、長寿近い、はいはい、でかいやつやな、はいはいはい、体もでかいし、はいはい、で、そう読んで、ちょっと出てこい、はいはい、で、組みで一番 OK、はい、組みたろ、いや、思いっきりついてこい、はい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 、なんか始まり遠慮してね、はいはい、ついてこい、ついてこい、はいはい、そうですね、遠慮して大丈夫かなと思う、思いっきり来い、思いっきり来い、ね、思いっきり当てるつもりで来い、はい、ほんだら、バーンって横飛び合って、首かけて、スカーンって、はい、ほんだら、ボコボコ、みんな、ボカーンとして、はいはい、そこからスタート。はぁ、ほいみら立ってて、まあ、パチッとやったパチッとやったはい、今日はみんなパチッとあ、なるほど、じゃあ言うこと聞くんです向こうからすると、ハテナハテナですよね一般的なこう55歳で平均寿命なのに60歳の方が来て、背が小さくて飛び上がって引っ張られるなんて考えられないですよね考えない考えない、なるほど当時も言っとるしねそうへぇそれでみんな目覚めてるな、はあ、そっからもうジェーって言うとき今みたい今やる印象って感じで言われたことちゃんとやるようになりますはあでその方々っていうのは皆さん裕福な人たちなんですかいや裕福はほとんどスリランカの場合は貧しい、はあまあ、普通ぐらい、はいはい、普通が貧しいか、はい、どっちかその10人はどういう形で10人はどういう形で選考されたんですかそれは向こうの向こうからでやってるから盛んやったからああの先生が行く前までも盛んだった。盛ん盛ん。はいはい、うん。それは何流が多かったんですか。流え？流派を何流？流はもういろいろ。あ、まあ例えば極真があったりいろいろ。まあまあまあいろいろあったんですね。二十何三種類ぐらい流派あった。あ、そういうことですか。ああ。五十から分かる。はい。いやまあ空手という文化はじゃもともとあったってことですね。多少なり。そう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 。でその中でバリバリそこまで真剣な厳しい練習は少なかったっていう。そうそう。ということですね。スリランカのその国民性があった。そうそうそう。だから他の先生もまあそれに合わせていたそうそうそう先生は変わらず日本と変わらず俺はもう言うたらナショナルチームを教えるために行ったから、ね、そうですね目的はもうなんも関係もなんもなしでそっからスタートそっからあいつは地獄やそうですねなんか筋肉痛で休んだっていうのもスリランカの人なんですかそれはあのラオスバグラあそれはまた違うんですねそれはまた違うバングラデシュの人は筋肉痛が病気だと思ってそうそう次の日には来なかったんですよなるほど筋肉痛でもう文化の違いですね完全にそうそうそうでそういう練習したことなかったあそれも俺が教えるはいでスリランカ そのナショナルチームの方々っていうのはもう教えた方は、まあ、20代とかじゃないですか今も多分40代ぐらいになって今もみんなあれやんか向こうではもう役員やああの空手の、まあ、そういう協会のトップやんあで今現役はいないんですか現役選手さん教えて休んで現役ほらあみんなもうそらそやもう年齢どのくらいですかそのもう何年何年俺が行って60もう17 18年なんだからでその時は30僕と同じぐらい年ですかそうやえ僕今46、7ぐらいですけどそれと同じぐらいですかいやいや、だからその当時その当時彼ら20代20代 で, で20年ぐらい前から40ぐらいですね今そうそうそうで今現役もやってないですかやっぱり現役はもうやってない、ね、あじゃあ意外と日本人って結構年配の人もやってるじゃないですかやいや現役者教えてみて現役者教えてみて試合には出てへんだ試合とかこう僕でまあ試合とか出るじゃないですか、うん、そういう現役はいないんですかないねやっぱり、ね、あ日本人の逆にマスターズとかってあるじゃないですか。その分、日本は、ああ、そういうことですか。なるほど。